モコと申します。今回はですね、以前にも何度かやらさせてもらってるんですけれども、ネット上に転がってるモコのコラ画像をちょっと見ていくっていう感じでございます。有志の方に無差別に回収してもらった画像を今からもうバーって見ていくので、ちょっと元ネタとか何だったかなっていうのをちょっと思い出しながら振り返っていこうかなと思います。主にツイッターですかね、そういったところから画像を集めてくれたようです。では早速見ていきましょう。一発目これ剣盾発売当初ぐらいからちょっとなんかこういうなんかいろんなコラ系がバズってたような、このハウになんか適当言わせるみたいな、さすがだな、なんか努力値をなんかその H に252で防御に124でなんか誰々の自信を耐える調整を分かってるんだなみたいな、そういうなんかコラ型とかいろいろ流行ってる中でしっかりとこの240盾さをしっかりまあまあ分かる人には分かるモコネタってことで、はい、コラ画像ですこれもちょっとネットでバズったやつじゃん。これあれ、俺ね、見たことないねんけどさ、ナルトや。ナルトのサスケやんな、これ。なんか首絞められてるのも、いろんなその有名人の画像とくっつけて、こう腕とかの部分を結合させてな、作るやつな。これも、作られてんねんな。ゴール、しずえさん、もう、なんかちょっとようわからんけど、マリカのコラってことはわかった。これ何のキャラこれ、うるせえ、ババ、ユタがババぶつけない。これ何のキャラこれ、なんか美少女二次元キャラみたいな、可愛い女の子が、モコの顔文字を投げつけようとしてます。目と目とかあったらポケモンバトルやろ初代ポケモンっぽいコラだけどさ、フォントとか、このテキストボックスの、この柄も全部手作りなんやろな、これ。初代っぽさがでも出てるわ、この背景の微妙にこの橙色の感じ。これ何これ?ツムをしばき倒すって、何?ツムって何?わかんない。あれじゃない、アプリのツムツムじゃない。俺やったことないわ。おかんがめっちゃでも好きやわ、ツムツム。ディズニーのアプリやんな。うわ、ゴーゴーカレーナッツ、俺よく行ってたわ。新橋のゴーゴーカレー。なんか、この素材がなんかちょっと少なくねえか、向こうの。言葉を話す猿って聞いたことあるかい?お前、何これ?あ、アンダーテールじゃん。アンダーテールのサンズだね。サンズのグラサンかかったバージョンやね。めちゃめちゃ雑っていうか、ただこれ一つわかるのが多分 P ルートか、なんかあんまりそのキャラ殺してないルートのコラやな、これな。何これ?メイ様とお猿のシンバル。このターン、バトルゾーンにある自分のドリームメイト、すべてのパワー、バトルゾーンにある自分のドリームメイト、俺カードゲーム、わかんないよ、これなんだっけ、シャドーバーストポケモンカードしかわかんないわ。って、実はシャドーバー来たわ。君臨するモーコっていう、ロイヤルね、クラスのフォロワー。これ、しかも全然強いよな、このカードな。こいつ、でも、こいつが出てきた時のロイヤルあんま使ってないからわからへんねんな。疾走持ってるっていう、強いカード。これとかさ、この、いつや、この指さしてる俺の。なんかのでもゲームかなんかのイベントのね、集合写真かなんかだったと思うわ。切り抜きがかなり丁寧、これ。余白がない。ババ抜きのコラです。あ、ちょっとこれまずいな。ちょっとこれまずそうなネタが来ました。はい。Wii パッドをぶっ壊す。よくスプラトゥーン1やってることに Wii パッドを5個ぐらい壊してました。ババイルス。これ何?これもわかんない。ウイルスの模倣化したバージョンってこと?バビルス。スターターセット V。あ、これあれじゃん、最近じゃん。剣盾からだ、これ。進化の模倣、あ、これね、進化のお香だよ、確か。進化のお香っていう、山札からその進化ポケモン1枚選んで、手札に加えられると結構強いカードやんな。進化デッキ必須の。しかもグッズやから何枚でも使えるっていう。やべえ、これわかんない。これね、シャドーバのさ、コラボで、フェイトのキャラだよね、これ。フェイトのなんだ、なんとか桜みたいな。私怖いですよ、みたいな言うやつだよね。なんかそう、ちょっと待って。もう素材がもう昔からもう増えてないな、俺の。なんかもう漫画の元ネタわからん。鬼滅の刃か。なんかもう最近流行ってる漫画って言ったらもう鬼滅の刃しか思い浮かばん。芝キング。貫禄あるメレメレじめの芝キング。これは、ウルトラサンムのね、あれだ、グズマの師匠の。もう、アローラの記憶が完全に飛んでて、名前出てけへん。これわかんない。これ何?風神雷神のなんか浮世絵みたいなやつか。これなんだ?
この背景にいるこのこうしてる向こうは、あの海遊で撮ってもらったあの写真やけど、昔からよくある、みんなにはクソチクチク言葉、ああこれ今あれやで、クソゲー運ゲーアイテムゲーじゃん、じゃんけんでつまんで引退します。もうしかも3行目ぐらいからさ、ゴミカス消えろ、しょうもねクソがしばくとか、このツイッターとかしてした。やっぱりず、俺そのうち逮捕されるかもな。今までこんな感じの誹謗中傷を言い放ってきたんだっていう。全部俺が言ったことやんな、これ。ちょっともしかしてご時世もあるんで、はい、捕まるかもしれないです。ババイタカのバチンキ配布決定。バチンキはレベル100で、特別な技、しばく叩き割りを覚えている。ソードシールドを買って、君もバチンキと食べてよ。これ何これ、これ元ネタがわからん。まあそのバチンキーでなんかバチコリって言ってるのはわかんないけど、叩き割るしばく、どんなそんな技存在しないし。え、こんなキャンペーンやってたの、剣盾の発売当初って。俺これ知らんわ。やべえ、これもわかんない。あ、これあれだ、オルガイツカや、オルガイツカ、お前ら止まるんじゃねえぞみたいな、鋼鉄のオルフェンス。ワイタチがやりました。ちょっとこれ画像がちっちゃいから拡大していい、何これ。これ何が元ネタなのこれ。なんかあれ、一人俺じゃないやつ映ってるけど、これ何、映画かな、映画じゃない、なんかこういう映画あったよな、自首する映画みたいな。小学館の図鑑ネオ、これも多分そういう動物図鑑かなんかの、動物図鑑かなんかのコラやな。あれ、なんかこれも俺じゃない人映ってんな。これ何、これ霊長類最強。ああ、そういう系か。吉田沙保里のね、吉田沙保里さんの霊長類最強と言われてる。これでもなんかナチュラルやけど微妙に残念なんかさ、ここちょっとなんとかなんなかったの、これ若干この四隅の部分がこう画像サイズが合ってないから、これうまいことこうあれや、リサイズしてつなげてほしかったな。はい、次。ああ、あの出てこない、君の咲く花は僕たちはまだ知らない。あれのジンタンだ。実写版ジンタンや。なんか実写版ジンタンにちょっと似てるみたいな、一時言われた時期があるわ。なんか髪の毛がボサボサで、ちょっとね、こう、なんかそういう、この、たたずまいというか。ジンタンやんな、これな。顎ちっちゃすぎる。バチコリ当選おめでとうございます。いや、これ元ネタがわかんないですね。これなんだろう。選挙かなんかのポスターか。やべ、これもわかんない。これ何、これこれ何、これアニメだよ多分ね。アニメのなんか多分雪だから冬のシーンじゃない。これわかんねえ。これなんだ、これわかんねえ。これ何、サンゴ、虫、なんかの虫のモコになったやつ。ひるんで技が出せない。これ結構最近作られたやつやな多分な。チラチーナの動画が元ネタかな。しかもこれなんとなくやけどさ、なんかパチンコの発展演出っぽくないこれ。ちょっと激アツなって、多分チラチーナのこの緑とか青選ばれたらちょっと期待値が下がって、この赤のモコ選ばれたら激アツみたいな、そういう多分パチンコの演出とその僕のチラチーナの動画をマッチングさせた感じのやつですかね。この画像でもよう拾って、これツイッターのね、確か俺が健康診断行ってきたよっていう、そういう写真だったと思うんですけどね。ちょっとしっかりコラ画像に使われてます。これな。ちょっとこれでも今までで一番自然かもしんない。そっか、俺が実際に風呂に入った動画があるんだ、そっから持ってきたのかな。ただ肝心のこの一緒になんか入浴してるこの混浴のこのアニメキャラが分かる、これ何のキャラやこれ。完全にこれ東京とかでやったらもう、その、都内のそういう条例違反や。お、ポケカも、あ、しかも、クオリティ高いこれ。ポケカ、モコ。イラストだね、これ。ちゃんと書いてくれてるのかな。相手のベンチポケモン1匹選んで、バトルポケモンと入れ替える。その後、コインを1回だけ表なら、このモコをトラステスに手札に戻す。これ、ちなみにポケカにこんなカードあったらめちゃくちゃ強いでしょ。グズマの、だって上位互換にほぼ。え、これ実際にこういうの、効果の、カードがあるわけじゃないよな、ポケカリな。こんなんあったら絶対強いやろ。あ、うわ、ポケゴ最近やってねえな、俺。雑。なんかもう青ざめてるか、表情が。うわ、出た。
これはでもツイッターに上げた後にうわこれなんか加工してなんか勝手に誰か作るんちゃうかなと思った。こういうの去年の11月にその僕の配信者の先輩方と一緒に連れてってもらったマカオに行ったよっていうツイッターの僕の投稿をなんかコラ画像にされてますね。ちなみにこのグラサンはコラじゃなくてあのツイッターの機能で僕目隠したためにつけたやつだ俺が。これでもさ作画的に多分ぷよぷよかなんかのキャラやんな。え、でもさ俺わからんな、ぷよくえとかやってないからさわかんねえキャラ名が。うわなんだこれ、うわーこれあれだ、ポケモン映画だ、ココだ。これザルードじゃないこれ、ザルードやんな。ココが今年な7月にやる予定だったのが延期になっちゃったよね。毎年ね、もうここ10年ぐらいは俺毎年欠かさずポケモン映画映画館で見に行ってんねんけどさ、まあ冬頃になるでしょ、楽しみにしてます。あ、これここら辺からなんかポケモンゾーンか、これモゴウモゴウモゴウゴウか、あれなんだよね、ツイン主人公みたいな感じなんだよね。モゴウがコラになってます。コカヘンシアンちょっとまあ危なそうだね、薬物ということで。まあこれ大丈夫な、これ映していいやつ、これほんまになんかアウトなやつだったらちょっとまずいんですけど、まあ背景は多分僕がそのサブチャに上がってるあれだ、ポケモンの技実際に受けてみたいみたいなあの動画や。いやーこれわかんねえな、なんだこれ、ソードアートオンラインか、わかんないな、ごめん、なんか俺適当に言わない方がいいな、そういう作品名とかファンの人に叩かれそう。これ何、これ俺去年さ、なんか京都の山登り行ったやつじゃないか、友達とその時の画像じゃなかったっけ、ちょっと記憶曖昧だもん。でもなんか京都かなんかの山を登った時にツイッターにアップした画像かな。青ゴーラがモコになったのはダメですか、これあれだ、なんか AV かなんかのコラやんな、これ一回俺マリカのサムネに使った気がする。なんか女の子が寿司を握っちゃダメですかみたいな、そういう、あ、違う、 AV じゃないわ、なんだ、なんかそういうなんかキャッチコピーのもと始まった寿司屋さんがネットで話題になってて、それや元ネタこれちょっとこれさ、あれやな、これはちょっとモザイク入れた方がいいかもしれないおこれなんだ、テレビのスクショじゃね、中高生に聞いた令和の教科書に載りそうなイメージあーもう確実に乗らないけど、おお、まあ一郎北野武しますやな、まあここよね、八さんとかもおるしな、もうめちゃくちゃ、まあこのすごいよね、偉大な大谷翔平なんかもうね、もしかしたらいつか本当一郎選手を超えるようなね選手になる可能性も秘めてるから、まあ、個人的にね野球好きなんで頑張ってほしいなとは。うわーこれあれだよ、ウルトラサンムに出てくるさ観光客や、観光客、ポケカにも観光客ってカードあって結構強かったよな当時な、懐かしい、あのこうあれだ、あの彼氏じゃない人とこうホテル行っちゃったみたいなんでツイッターとかでちょっとバズってたやつですよ、それの模倣版ってことやろ、これ何やった、これもなんかミュウツーの逆襲なの、風と一緒にの歌ってみたの PV をもう自主制作で撮りに行った時に、あの東京の赤坂にあるなんとかっていうその都庁のそういう結構偉いところが開放してて、そこにちょっと一人で見に行って、それの時ツイッターに上げた写真やこれよう覚えてんな俺。あザルード、これはさっきちょっと被ってるんで、ザルードね、ちょっとコラが雑っていうか、その首の位置がまあちょっとせめて合わせてほしいな、これまたザルードや、ザルード系のやっぱ多いですねバチコリザルードもうタイプがもうほんまの意味でアホ臭くて笑えてきた、なんか乾いた笑いが出た今、モコ巨大マックスの気持ち悪い、これ気持ち悪いわ、でもリアルやなこれ、なんかダグトリオとかに足生えたらこんな感じですみたいなね、ちょっと似てるなこれ、気持ち悪い、うわー出た出た、これ俺があの食べ歩きした時にツイッター上げたやつや、これジョーカーやな、映画のジョーカーが多分元ネタになってんだと思いますああ使われちゃってるね、あ出た鬼滅の刃や、俺ちょっと鬼滅の刃わからんから、ちょっとキャラどんな、これどうなん、この完成度高いの、これコラガードとしてどうなんでしょうこれ個人的に好きやな、
これシュールでいいわ、これ。合成感すごいけど、これシュールでな、なんか、こういう自然とか行って動画撮りたいわ。緑の空気を吸いたい。あ、これはわかる。何の成果も得られませんでした。これ、あれだ、進撃の巨人でしょ。進撃の巨人で、こうなんか巨人狩りに行ったけど、なんも無理でした、みたいな、いうやつや。何これ。お、シャドバじゃん。トイソルジャー。なんか俺、鼻でかくない？この写真。鼻めちゃくちゃでかない？なんか。これ何？これなんかバーチャル VTuber っぽいな。なんとなく。ちょっとこの、なんてグラフィックがチャチい感じが。え、何これ？あ、ポケンチだ。これ朝やってるやつだよね、日曜のね。ポケンチだ、これ。ほら。ポケンチ、いつか出してくれんかな。おはスターをクビになったから多分無理やな。あ、これは？これは、ちょっとコラというか、かなり雑な。あ、ブラッド・ベースルーク。出ましたね。僕が、今のシャドーバースの診断で CB させてもらってるカードですね。なんか結構ダイナミックになってるね。Wii U。今までの歴代のその、任天堂ハードがこう並んでる感じ、いいと思います。これてか、ほぼサムネや、俺の動画の。ブラッド・ベースルーク。ああ。なんかちょっと元ネタがやっぱ少ないな、もう。素材がちょっと足りてないんだなっていうのを感じた。チンザルの中のチンザル、ババコンが。討伐当初240ゼニーってこれ、行く価値ないやん、このクエスト。うわ、何これ。もうゲーム事業者過去29が号泣謝罪会見。昨日、兵庫県庁。これ何？野々村誠議員の元ネタ。うわ、あ、これパブ G だ。パブ G だね。パブ G も最近やってねえな。あ、プロスピア。プロスピのさ、これあれだよ。YouTuber の野球 YouTuber の向こう君と一緒にコラボした時の、サブじゃなかった動画のやつやな、元ネタかな。しかも S5、これ強いんじゃないの、これプロスピ。かまじいだ、これ。俺、千と千尋が一番、あ、軍の図もしっかりいるわ。かまじいだよね、これ。千と千尋がジブリで一番好き、俺。これに関してはもう多分コラですらないんじゃない？これ。これコラですらないけど、一瞬俺もコラかなと思っちゃったけど、当時の僕本当になんか気が狂っちゃってて、なんかこういうインタビューの時に、こうもうサングラス用意すんのも面倒いから、マスクでいいですかつって写真撮ってもらったやつがあんで、これ多分それだ。これ多分コラじゃないわ、これ。なぜか紛れ込んでる。あ、先日のあれだ、ツイッターでマベのマスクでちょっと散歩してきましたみたいなやつでね。コラ画像。これは元が多分インスタグラムかなんかの僕のこのヒゲの写真ですね。あれ、これヒカキンさんの動画じゃない？これ。ヒカキンさんの動画やな。僕もこう引きこもってて。これ、このテロップは、あ、なるほど、僕もこう引きこもっててみたいな、そういう会話の流れでモコーで出ちゃったやつか。このモコーってさ、ツイッターとかでたまにエゴサーチしようとしたらさ、こういう何々もこうとか、何々こう先生みたいな、なんかそういうので引っかかるから、意外とエゴサーしにくいっていうモコーっていうワードが。辛うまラーメン日本一。あ、ラーメン中本だ。この間ちょうどラーメン中本のなんか、ウーバーイーツ頼んで食ったけどめちゃくちゃうまかったわ。あ、マイクラネタだ。すげえな、マイクラなんてこの間のコラボ生配信でしかやってないのに、マイクラネタのコラボあるわ。これ猫だ。まあ、これはちょっと見てください。この間先日の僕のマイクラのコラボ配信。この画像いいな。これも、詳細はマイクラの配信見てください。僕がついてくれたのか、君のいない世界のスピードに。すごい、なんかいいキャッチコピーだけど、元ネタがわからないです。あ、モコタンじゃん、これ。宝来の人の行、人の行、藤原のモコ。これも元のイラストめちゃくちゃ綺麗で可愛いんやろうな。最悪やな、こんなモコラ画像作られて。モコウォッチ、あー、妖怪ウォッチの映画ね。なんか全体的にやっぱ限られてるね、この。モコ素材。マンダに竜舞を積む。もうなんかテキストとか考えるの絶対めんどくさくなってるやん、この人。猿出没注意。まあ、これも雑やけど俺一瞬で分かった。これ多分、ぷよぷよの俺の公式ライセンスの公式ページに載ってる、証明写真やわ、多分。
バチコリ先生、うわ、わかんねえ。これも何？あ、夜回り先生か？これ、あれじゃない、メンタリスト大悟さんがさ、なんかちょっとツイッターで、結構最近じゃなかったっけ、この、実は、なんかこれって効果がなくって、みたいな言うやつやろ。なんかせめてセリフも考えてくれや。あ、何これ？これなんだろう？あ、特撮のやつかな？仮面ライダーとか、戦隊系のやつか。ほんとね、ちょっと元ネタがわからん。これはサム・サダコやな。うん。映画リングのサダコですね。もうこれもみんなで大パンで何でも解決しよう。もう絶対言わへん、ドラえもんこんなこと。これ何これ？逃走した14匹のモコを逃走中、おはぎちひるさばはる千。捕獲おちょこポンスケさ。最後の、もう後半の方なんかもう素材がなくなってて、もう普通の猿の画像になってる。わかんないですけど、元ネタが、多分ツイッターかなんかで、この動物園のお猿さんが逃げましたみたいなんで、その、なんだろう、見かけたらご連絡お待ちしてます的な、そういうやつかな、なんか迷子の猫ちゃん探してますみたいな、そういうポスターが多分あるんやろうな、それが元ネタなんちゃうかなって思いました。はい。あ、野生の浜崎と馬場が飛び出してきた。浜崎？どういうこと？ん？あ、はいはい、シャムさんの値段なんですかね、これね。ちょっと、あ、ぶつぼりネタ来たよ、ついに。モコワン、リリアン。お前何してくれてんの、俺の可愛いリリアンに。あ、これは進撃の巨人のちょっと、変態種みたいなやつだな。これ初代ポケモンやな。あと地味にこのモンスターボールのこのモコの、この何、顔文字のイラストの、なんか不揃い。不揃いや、これ。ちゃんとコピーせずに自分でこう、一個一個貼り付けてるっていうのが伺える。うわ、これクオリティ高いけど、ちょっと一個一個。一個一個見たら、あ、でもこれ、細かいところ、これもちゃんと俺の顔になってるわ。すごい、これ元ネタなんやろ？これめちゃくちゃ細かくて、なんか細部までさ、作り込まれてるから、ちょっと後で静止して見てみるわ、じっくり。すごいな。11周年おめでとう。あー。11周年、そう、先日実は、あんまりなんか、言わんかったけど、中ポケ狩り講座をニコニコ動画に上げてからちょうど11周年でしたね。5月25日にね、ありがとうございます。中ポケ狩り講座だ、常にマイノリティであれ、自分を貫きオリジナルにあれ。はは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 は。3秒で作ったやろな、これとかな。悪魔的ヒーロー通る、何これ、漫画か、ごめん、本当にごめん、わかんなすぎてさ。モコの消防隊、あ、ポケモンだこれ。モコチュウつって、裏が名探偵ピカチュウの、リアルなピカチュウバーのやつや、これなあ。これ徹子の部屋やな、多分な。あ、モコ版、ニコ版だ。これモンハンか、モンハンのなんかリオレウス装備みたいな感じ、体験わかんない。あ、もう、あつ森やしずえさんや。あいつぐらいちゃんとやろうや、つって言ってます。あ、わかった。それ私ならモコモコじゃなくてモコの、正解は藤原のモコだ。これ何？藤原のモコタンが出てるけど、なんだ、東方の同人ゲームかな？それともこれ自体が作られた画像なんか、ちょっとわからないです、元ネタが。え、これなんだろう、わかんない。わかんないけど、まあ、なんか、パッと見の違和感はないね。ちゃんと横顔になってて。この向こうの横顔は何の動画のかちょっとわからん、見覚えはなくもないけど。どうも、猛虎と申します。保健センター日本橋店がオープン。この人は何の宣伝告知をしてんねん、これ。これあれかな、なんかあれか、動画のさ、 YouTube の自動字幕みたいなやつで、どうも猛虎と申します、その保健センター日本橋だよって言ったら、なんかこうやって翻訳されたみたいな感じやろな、多分。元ネタの動画がわからない。うーん。あ、これは、あ、ヤルオの27シャツ着てるから、公式、アベマの公式出てた時やけど、背景がこれ、厚森のやつやな。割と最近作られたコラーかと思います。これなんていうの、こういう、ちょっとなんかその、サイゼリアとかに飾ってそうなタイプの、これね、絵画ね、を、こんなもう侮辱的なコラー画像にしちゃってます、この人は。あ、これ小池知事の密ですっていう、そういうやつやな。あ、これ何？わかんない、元ネタ。これはウィングガンダムだよね。
あ、これもウィングガンダムだよね。ガンダムし、ガンダムウィングなんか俺昔いとこのおばちゃんが見てて、それ一緒に見てた記憶があるわ。豊か警部補。相手の手札を見る、自分の山札を2枚引く。これ、あれ、あのね、あの、あれ、ポケッカの、あの、アニメ、名探偵ピカチュウ、放映記念で出た特別パックで当たる SR や。俺持ってるわ、このカード。元のやつ。お、100万人。ありがとうございます。なんか、あのね、100万人を記念していただいたイラストとかもね、なんかちょっと裏でいろいろ集めてるので、まあ、また、機会があったらそういうのを紹介する動画も今度撮るわ。あ、セーラームーンな。なんかちょっと前さ、セーラームーンをなんか描いてみましたみたいなんで、この元の画像と比較してみたみたいなんで、なんかね、イラストレーターの方が、このセーラームーンのウサギを描くさ、なんか流れあったよね。受講生完全無視カレー。モコハのアドバイスを完全無視して作ったから、エンジンの味覚になると最高に美味しいカレーじゃん。これ個人的に好きかもしれないわ。最近ちょっとココイチもさ、食えてないからな、ね、また行きたいけどね。個人的に、これは好き。何これ、生きるとき死んだときは自分に期待しないよ。徹底するといいよ。自分に期待してないから自分にがっかりすることもない。どら焼きを食べれて偉い。今日も生きれて偉い。って感じで気楽に生きよう。もうこれ、もうこれ何ドラえもんの元ネタかな。名言じゃないこれ。すごい名言やわ。疲れたときはこういう名言を思い出したらちょっと俺も頑張ろう。ドラえもんかなんかの映画かな。まあ、名探偵コナンだ。名探偵コナンやな、これな。名探偵コナンやな。蘭姉ちゃんとコナンと新一と、あとこの怪盗なんだらみたいな。これわかんない。これわかんない。なんかでもなんかこの、アプリのアイコンっぽい。あ、これはあの、あれや。バトルタワーに出てくる剣盾の。バトルポイントひたすら集めてる時に、バトルタワーに出てくるキャラが言うねん。急所に当たる確率、本来なら24分の1って言うねんけど、俺は絶対嘘やと思ってる。だったら芝か。これ令和元年のね。やつね。これは、あれだな、あの日見た花の名は、君は知らないのメンマやな。もうさ。あ、これサンズや。サンズの顔にちゃんとなってるから、この骨格が、もうなんかピーナッツみたい。落花生みたい、顔が。あ、スクールデイズじゃん。ね、西園寺、世界と伊藤誠じゃん。懐かしいな、スクールデイズな。名作なんで、皆さんもよかったら見てください。名作マジであれは。ナイスボート。甘神の雑コラね。これもちょっとわかんないね。決勝版。これなんか読み間違えたよな。俺、チコ皿みたいな感じで読み間違えたよな。決勝版をな。いつやったか忘れたけど。これは、わかんないな。これ、何が元ネタや、これ。11周年、ありがとうございます。これ何もう元の画像がわかんないけど、なんかでも、神々しくて好き。あ、五等分の花嫁。五等分の模倣で、あなたは、どの模倣が好きですか。舞踊会の配信を模倣、これ何これ元ネタわかんねえな。でも11周年、おめでとうってことか。ありがとうございます。シンバル。あ、チンパンバルみたいなこと。これもわかんない。You are pen。あ、ちょっと、ごめん、下ネタ。これわからん。元ネタわからん。あ、これなんかのアプリや。これなんだろう、コロコロモコか。いや違うわ、なんかそういうアプリあるんだよな。なんかの元ネタかな。あ、天気の子の元ネタか。これちょっとマリカレネタにしちゃったよね、俺がね、去年ぐらいに。今から当たったらしばくぞみたいな。赤ゴーラ青ゴーラね、これマリカネタやな。あー懐かしい。これシャドーバーのレビオンデュークユリウスや。なんかあれやろ、ロイヤルで使えんのやろ今こいつ。1コスのスペルからモコ戦記。何これ、ガンダム。あ、ポケモン入ってきたぞ。当たったらシバリコール。この辺もなんか剣立てで増えてさ、こういう子らが増えて、なんか画質が悪いな。なんか解像度が変な気がする。バチコーリッポ、バ ヒバニー、ガバイトやな、バタフリーやな、バルキーやな、ベベノムやな。あのベベノムポケモンホームの GTS でベベノム欲しがってる人めちゃくちゃ多いからちょっと集めよう。当たったらしばく。バチンウニ。ああ、最近取り上げたやつはマシェードや、マシェード。メタモン。あ、なにこれ動画か。これ最後ですかね、動画だこれ。なにこれ、なにこれ、これなんの
これ何？あ、もう一個あった。これ何？これ何これ、すごいトリックアートみたいになってる。はい。あ、終わりました。はい、ということで今回も数多くのカラー画像をいただきました。まあちょっとね、結構長かったな今回な、量が多かったわ。まあもしかしたら取りこぼしてるのもあったりして、まあね、また機会があったらこういう動画も作れたと思ってますけどね。うん、まあまあまあね、ありがたいですね、こういう風に作っていただけたりするのね。うん、普通に見てたら楽しかったわ。はい、皆さんも、ぜひどの画像がお気に入りだったかコメントに書いてみてください。ありがとうございました。